やればやるほどたるみを加速覆ることって結構あるらしい。シャワーのお湯ですらお金もかからず毎日できることなので、それだけで本当に効果があるんだな。どんな美容法でも睡眠に勝るものはない。皆さんこんにちは、かねです。今回は美肌のためにやめてよかったことをまとめてご紹介していきたいと思います。まず最初、強い力で顔をマッサージすること。私が若い頃はコロコロするマッサージだったり、指をこういう風にやってグイグイマッサージする方法が、記憶が正しければ結構流行ってたと思うんですよね。その頃ちょうど20歳とかで、そういうの真似したりね、コロコロマッサージ買ったりしてやってたので、それがお肌に悪いっていうのがね、今年知って一番びっくりしたことの、びっくりしたかもしれないと思う。びっくりしました。なんで強い力でマッサージするとダメなのかというと、加齢によってただでさえ弱くなったお肌のコラーゲン繊維が力を加えることによって伸びたり切れたりしちゃうらしいんですよ。なのでやればやるほどたるみを加速しちゃうらしいんです。めっちゃ恐ろしくないですか。良かれと思ってやってることが逆効果だったっていうね。それがね、今年本当にびっくりしました。コロコロマッサージとか指でこういう風にね、力を加えてマッサージしていくと、血流とかリンパの流れを一時的に良くしてくれるらしいから、むくみは解消されるらしいんですよ。でもやっぱ毎日毎日やってると老化現象を加速させてしまうらしいので、週に2回とかならやってもいいらしいんですけど、やっぱね、毎日の習慣にするのは良くないみたいです。最近私このね、美顔器を使ってこうちょっと抑えたりするような感じで、軽くツボ押しみたいな風にしたりはするんですけど、肌が乾いてる状態でグイグイやっちゃうと、それも摩擦につながっちゃうので、なるべく美容液をたっぷり、シールとかたっぷりつけて伸ばすんじゃなくて、こうツボ押しみたいな感じでやるとスッキリするので、そういう使い方をしたりしています。ちょっと喋ってたら燃えてきて熱くなってきたので髪をむずみました。さっきのマッサージの点でもう一つ衝撃的だったのが、クレンジングでマッサージをすることも良くないことなんだそうです。クレンジングっていうのはメイクとか皮脂汚れを落とすのが目的で作られているから、高い洗浄力のあるクレンジングで毛穴をね、グリグリゴシゴシやっちゃうと、お肌に必要なものまで洗い流してしまって乾燥が加速したりするらしいんですよ。肌が弱い人は赤みの原因になったり、もうとにかく肌トラブルの元でしかないらしいので、クレンジング自体も確か美容家の方々はみんな1分以内って言ってたかな、なるべく肌につける時間を最小限にして、でもメイクはしっかり落とさないとダメなので、時間との戦いって感じで、あんまりゴシゴシやらないでささっと優しく洗い流すのがいいみたいです。結構昔の美容雑誌とかだと、クレンジングしながらくるくる小鼻をマッサージとかっていうね、ワードを結構見かけたと思うんですよ。なんですけど、医療の世界でもそうらしいんですけど、覆ることって結構あるらしいんですよね。ちょっとびっくりなんですが、そうやってね、日々人間の体って研究されてるんだなと思いました。トレンドだったり傾向とかって時代によって結構変わるらしいので、自分も今までいいと思ってやってたことが実はダメだったっていうことって、これからもきっとあると思うので、そういった情報をね、しっかりチェックしていきたいなと思いました。なのでこれからも見つけたら動画にしたいと思います。まだまだ続きます。肌をこすること。美容家の石井美穂さんに今年出会ってから信者のように何度も言っているので、いつもね、動画を見てくださってる方は、あ、またその話ねって思うかもしれないんですけど、肌をこすることもやっぱりね、老化につながってしまうらしいんですよ。肌をこすると刺激によって毛穴が開いてしまって、その毛穴の開きがたるみにつながるらしいんですよね。クレンジングの時もゴシゴシ洗ってシャワーの湯でガーって流したりね、シャワーのお湯ですらお肌の刺激になるらしいので、とにかく優しくすすぐのがいいらしいです。もうこれは本当にお金もかからず毎日できることなので、しっかり続けていきたいと思います。やっぱそれだけで本当にキメが整ってきたり、毛穴の汚れが少なくなってきたりしたので、本当に効果があるんだなと身をもって体験しました。結構ね、こうするのをやめてから1週間くらいで肌のキメがね、変わってくると思うので、まだやったことない方もぜひやってみてください。続いて、オーガニックコスメを信用しすぎる。
天然由来のオーガニックコスメって言われたら肌に全く影響のない優しいものってね思いがちだったんですけど、オーガニックって天然そのものだから逆に肌に合わなくてかぶれちゃったこととかもあったんですよね今年。例えば私だったら20代の頃に韓国ドラマを見てたらキュウリパックをしてたんですよ。女優さんがちょうどうちにキュウリあるしやってみようと思ってやったら綺麗にも赤くなっちゃって、あ、合わないんだなってね学びました。そういうのってね経験してみないとわからないんですけど、やっぱオーガニックだとしても自分に合う合わないっていうのは把握しておかないと逆に肌荒れの原因になっちゃったりするんだなと思いました。それから睡眠を削ること、いろんなまとめサイトを見てても絶対に書いてあるんですけど、どんな美容法でも睡眠に勝るものはないらしいんですよ。やっぱターンオーバーを活性化させるっていうことが美肌の基本らしくて、これもまた20代の話なんですけど、送信エステに通ってたんですよ。その時通ってたエステさんの方もどんなダイエット法よりもちゃんと寝ることっていう風におっしゃってて、ちゃんと寝ることによって代謝が正常になって体も太りにくくなっていくし、体にいいってことは肌にもいいっていうことだと思うので、睡眠を削ることが一番良くないらしいです。で、寝る時はパックをつけっぱなしにして寝ると、最初はパックがお肌に水分と潤いと栄養与えてくれるんですけど、パックが完全に乾ききったのにお肌にのせてるとパック側が私たちの肌のね水分を奪っていっちゃうことがあるらしく、例えばアプリンのシートマスクだったら後ろに約15分から25分間ってねしっかり記載されているので、ちゃんとね時間を守って使うのがいいらしいです。それから最後は私が個人的に気をつけてることなんですけど、合わないメガネを使うこと。私は20歳過ぎたぐらいから急に視力が悪くなったのでメガネを作って、でそこからね10年間同じメガネをつけてたんですよね。視力がだんだん落ちてきてるのに若干見えづらいメガネをずっと使ってたんですよ。なのでメガネしててもこうやってね目を細めてピントを合わせたりしてたんですけど、そうするとここにシワができるんですよやっぱそうやってね日々の習慣がシワを招いたりたるみを招いたりするので、これから40歳に向けて気をつけたいなと思いました。そんな感じで今日は美肌のために NG なことをまとめ動画でした。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にもスキンケアとコスメのレビューアップしてるので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。